こんばんは。7月17日午後7時になりました。今日は351回ですかね。はい、ということで、今日もですね、生放送でお送りしております。すごいですよ、今日勝ちましたよ、御嶽海。今日勝って6勝3敗ですか。お、勝ち越しまであと2勝ですね。はい、今日もね、気分いいですよ。はい、ということで今日は気分よく始まりました。今日のゲストなんですけれども、豊坂保育園の園長先生、上原さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでね、上原さん、早速なんですけども、今年から園長先生でおいでになったということなんですけどね、はい、豊坂においでになる前はどこにおいでになったんですか。どちらの、はい、いろんなところを、公立ですので回っては来てるんですが、はい、去年までは、ね、柳町保育園で勤めていました。うん、長野市の中心部にあって200名ぐらいのお子さんを預かりして、うん、大きいところです。なるほど。そして、豊坂に移動が決まった時に、うん、豊坂嬉しいと思ったのが、うん、平成4年から平成7年までの4年間豊坂保育園で保育士として勤務してたんです。なのでとても懐かしい場所でした。なるほど、はい、それは良かったですね。で、今院長先生なんですけども、はい、どうですか、仕事はきつい。そうですね、うん、まあ地域場所によってきつさは全然違いますけど、うんうん、まあ、責任も重いっていう仕事なんですが、うん、素晴らしい未来を持つ子どもたちと関わらせてもらえることはとっても楽しいことです、うん、そして先生たちが子どもたちと仲良く遊んだり、子どもたちが笑顔でいるっていうところの姿を見るのがとっても楽しいですね。まあ、保育の楽しさや素晴らしさを伝えるのが私の仕事だというふうに思っています。で、上原さん、その豊坂っていうところは大自然の中で素晴らしいじゃないですか。はい、そうですね、大自然の中で素晴らしいね。はい、大自然、いいですよね、本当にいいところです。いやいや、大自然ってそのね、からかってるわけじゃない、本当にね、そうです、いいですよね。私も豊坂保育園で保育士している時に、うん、散歩に行くのがとっても楽しかったんです、うん、で、あの頃は水上山にもよく登ったりもしましたし、うん、まあ、加計の神社とかも行ってはいたんですが、うん、改めて園長となって、豊坂加計地区の自然を見てみますと、うんうん、さらに素晴らしさを実感今しているところですね、うん、で、その大自然をね、生かした保育っていうのは、はい、どういうことを大切にしてるんですか。そうですね、うん、子どもたちにとって、うん、まず発見、うん、そして、うん、体験、うん、でワクワク、うん、そして地域や人との関わり、うん、この4つを大切にして保育しています。素晴らしいですね。それで今お話になったその発見というところではどんなふうなところを大切にしてるんですか。そうですね、発見っていうところでは、うん、お庭の中にも子どもたち、小さい、この間もあったんですが、うん、1歳2歳の子どもたち、お庭では砂遊びしてるとアリさんがいるんですよね、うんうん、でアリさんのところをじーっと見て、うん、アリが動いてる姿ですから出たり入ったりする姿を見ている、これも大きな発見、うん、こんなこともありますし、クモの巣を見つけてキラキラ光るのをじっと見てるっていう発見もあります。またそういう、こう虫が大好きな子どもたちですので、うん、保育園の中にこんなのを作ってあります。写真ですか。写真ですね。写真でドキドキ豊坂虫ランド、これ保育士が書いてくれたものなんですね。それで、虫を捕まえるのがとっても好きなので、うん、ここのところにダンゴムシがたくさんいます。そしてミミズがいたりカエルがいたりするんですが、毎日のように4月5月6月まで、うん、毎日誰か頭を突き合わせるシャベルで掘って、うん、でバケツの中に虫を捕まえて、うん、いたって言って大喜びして、もうここが大好きな場所です。なるほど。その次にはここにあるんですが、散歩に行くと田んぼによく行くんですけど、うん、春カブトエビとかね、うん、オタマジャクシがもう本当にいっぱいいるんですね。で保育園の中にもそんな環境を作りたいってことで田んぼを作ったんです。これ発泡スチロールなんですけど、来てくれる
魚屋さんや八百屋さんにいただいた発泡スチロールの中で作っています。体験というところではどうですか。そうですね、体験というところでは、うん、あのこの下にちょっと飾ってあるんですけれど、ちょっといまいちわからない、あ、うん、ここですね、うん、これです。この体験というところでは、うん、あの桜の、うん、あの花が豊坂保育園、豊坂小学校たくさんあるんです ね、 でとても春綺麗なんですね、有名ですね、有名です。その桜の花の咲く時期の枝を取って、うん、それを煮て、その煮汁で染め物をするとピンク色になるっていうので、もう本当に今までいろんなとこ行ってやりたくてしょうがなかったんですが、うん、人のうちの桜の枝を折るわけにもいかなかったので、うんうん、豊坂に来たので、うん、ぜひやりたいということで、うん、4月に、うん、あの染め物をしました。それがここに、私も今日それ実物、実物なんです。この、うん、あのピンク色が桜の枝で染めた桜染めのスカーフになります。素晴らしい。そうなんです。それでこれは子どもたちが、うん、あの輪ゴムで絞り染めをしたものです、うん、そして、うん、春ね、よもぎ団子も作るんですけど、うんうん、よもぎ、こっちは、うん、よもぎの葉っぱで染めたあのスカーフです。よもぎってあれ、あ、緑にならない、これね、黄緑色っぽいんです。あのその時の土地とか、うん、それから時期とか、うん、あの葉を使うとか色を使うとか、その天気とかで色が全然違うんですね。よもぎっていうからね、よもぎの地味たく、うん、グリーンかと思って、そうなんです、ね、あのもうちょっと濃い色が出ればよかったんですけど、うん、この黄緑がとっても綺麗で、うん、ここで止めときました。そうだ、こういうものを作ったりしています。また、うん、あのここのところのところに写真であるんですけれど、うん、この竹、うん、このアーチがあるんですけど、あのアーチはこれ竹なんですね。竹で作ったアーチなんですけど、うん、あの竹をノコギリで年長さん切って、で近く の、 あの玉井さんというお宅なんですけど、うん、そのお家から竹をもらって保育園引きずってきたものでアーチを作りました。でこういう 竹のものを作ったりとか、いろんなところで 竹を今年はたくさん使っています。素晴らしい体験ですね。うん、そうですね。ついにですか、はい、こちらは体験の中では、うん、あの野菜の栽培もしています、うん、これですけど、これ、うん、あの滑り台ですよね。夏場あのチリンチリンして暑かったりして、うん、火傷するといけないということで、今あのつるを這わせています。これはキュウリです。キュウリ、でこのキュウリを這わせて、うん、ここで収穫がもうしています。で毎日のようにキュウリを取って、子どもたちが取ってきては給食に入れてもらって食べています。いいですね。はい、で豆屋なんかもね作ったりもしています。いい、まあ、体験してますね。そうですね、保育園のお庭中に、うん、あのモロッコインゲンだとか、うん、かぼちゃ、うん、そしてポップコーンや三尺豆、うん、いろんなものをかぼちゃなんかも作ったりとかして、でそれをまた給食で食べたりっていうことをして、食育にもつなげています。いいですね。はい、そして、うん、あの花の栽培やなんかもやっているんですが、うん、子どもたちね、あのお庭に咲いてる花取っちゃいけないよっていうのはかわいそうだっていうことで、うんうんうん、まあ、お庭に咲いてるお花も遊んでいいよっていうものにしています、うん、その中ではあのマリーゴールド、マリーゴールドやなんかはもう取ってきて、あの石で叩き染めをしたりして楽しんだりとか、それからあの朝顔も取ってきて、うん、朝顔での色水遊びをしたりとか、そんなこともしたりとかしています。そしてサルビアも作ってるんですが、うん、サルビア、あの花をピュッて取って、うん、チュッと吸うと甘いんですよ、蜜の味がする。それを吸ったりとか、その赤い花がとっても子どもたち気に入っていまして、うん、バーベキューごっこの時に、うん、あの火の代わりに石や枝をと一緒にそのサルビアの花を取ってきて、その火に見立てて遊んだり、それからいろんな花で砂のケーキを作ったりとかしています。そうですか、そのついにそのワクワクっていうところでは、はい、そうですね、ワクワクはワクっていうのはどうですか、これですか。そうです、あのもう保育園は散歩が第一ですよね、うんうん、いろんなところ散歩行くんですが、はい、うんうん、親水公園って言って、あ、これは親水公園ね、はい、関谷川のところにかか、うん、ある浸水公園、うん、
地域の皆さんが整備していただいていまして、うん、で遊ばせていただいています、うん、で関川の親水公園に行くのがとっても楽しくて、うんうんうん、川の中に子どもたち入って、うん、そしてこんなとこバシャ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 と入って遊んでいます、うん、でサワガニがたくさんいるんですよね、うん、でサワガニを捕まえたり、うん、それから石を動かして水草で遊んだり葉っぱを流したりとかしています。で一番奥のところに川の上流行きますと9個の石があります。で9個の石を飛び歩いたりとかしているのがとっても楽しいですね。でここに水路がありまして、で亀の石っていうのがあるんですけど、この亀の石のところの水路をずっと行くと掛けのまで行けるっていうことを発見しまして、また楽しみが増えているところですね。素晴らしいですね。水に親しむ公園、とてもいいところです。なるほど、すごいですね、はい、それとそれからですね、最後のその地域の人と、はい、人の関わりっていうところはどうですか。はい、そうですね、地域の方たちにはとても、うん、いろいろご協力いただいていまして、うん、栗林さんって保護者のおじいちゃんの家があるんですが、うん、そこの田んぼでは本当に田んぼに水入った時点でおたまじゃくしを捕まえさせていただいてるんです。うん、でおたまじゃくしを捕まえてきて、うん、保育園にあるまた田んぼの中に入れて、うん、もう今保育園中カエルだらけです。あれ保育園にも田んぼあるんですか。ここに作った田んぼ、本当に発泡スチロールの田んぼですが、うん、そこに入れて、うんうん、でそこで育てて本当にカエルだらけで、でそこのカエルたちがプール今始まってるんですが、プールのビニールシートの上に卵を産むんですね。なるほど。でそれも帰ったりしています。でそんなことしたりとか、あとは、佐藤さんっていうお宅があるんですが、鶏やバラを見せていただいたりしています。でさつまいも屋なんかも保育園で作って、おじいちゃんおばあちゃんボランティアの方と作って、最後に焼き芋にして皆さんと一緒に食べるっていうこともしています。素晴らしいですね。他にも何か体験あるんですか。こんなようなのそうですね、これはそうですか。先生たちとどんな体験をしただろうかねっていうことでみんなであげてみたものです。うんうん、で本当に地域との関わり、それから植物との関わり、うん、それから火も、実際にこの染め物した時に、火を焚いて、で何回も火を焚いているんですが、火を焚いたりしています。そして空とか天気とか、で雨の日に散歩に行くと雨の匂いを嗅いだりとか、それから曇り空の雲の流れるのを見たりとか、そんなことも体験にしています。はあ、そうですか。はい、でここにあるのが86項目、うん、すごいですね。それでこちらがこれ今使ったんですね。はい、他にも、ね、ここにこれですかね。はい、はい、これが、うん、竹で、竹を親水公園の、うん、親水公園のここら辺に倒れていた竹をいただいてきて、うん、太鼓を作りました。ほうほう、で竹太鼓なんです。いい音がするんです。で子供たち棒でね、ここの親水公園で拾ってきた棒をとっつけてあって、それでポンポン叩いて喜んだりそれはいいですね。すごいね。これで秋に運動会では本物じゃないんですけど、もっと竹、いい緑色の竹で竹太鼓をやろうっていうことにしています。そうですか。はい、他にもあるんですか。それとか、松ぼっくりたくさん小学校の教員住宅の松を剪定したところで松ぼっくりをたくさんいただいたので、そこの松ぼっくりでここら辺にも制作があったりとかするんですけど、でこの下もそうですね。なるほど、これ松ぼっくりで松ぼっくりとか小枝とかを使って紙粘土のところにつけて、はい、年中の女の子がもう本当にケーキ屋さんのように喜んで作っていました。パティシエと言いながら。ああ、なるほど、うんうん、なるほどなるほど、うんうん、そうです。あ、いい経験してるね。そうですね。あ、はい、写真はこれですか。はい、はい、そうですね。ところでね、申し訳ありません、時間もねだいぶ過ぎてきちゃったんですけども、なんか素晴らしいその趣味があるそうじゃないですか。はい、私は歌が大好き で、はい、でアンサンブルビボーチェっていう合唱団に所属していまして、今団長をやっています。ですごい、定期演奏会なども行ってるんですが、毎年松代病院でも、ロビーコンサートをやらせていただいています。これはそうじゃない。そうなんです。これはね、定期演奏会の時の写真です。これどこですか。芸術館、去年芸術館がオープンになったので使わせていただいて、ね、今年も11月にお客さんもたくさん、はい、はい、300人、400人ぐらい集めて行っています。すごい、はい、はい、でこれは
この次のこれはどうですか、これは。これが定期演奏会で皆さんでやったんですが、うん、ここに男性の方が、うん、私たち女性コーラスなんですが、うんうん、真ん中に男性がいたりとか、うんうん、あのブルーのドレス着た方がいらっしゃる、ブルーと白のスカートのドレスを着た方は、うん、あの東日本大震災の、震災を受けた岩手県大槌町の合唱団の方なんです、うん、でそこと4年前から交流がありまして、うん、毎年、今、うん、定期演奏会に向こうから来ていただいてます。で今年もまた来ていただくということで、私もこれで9月に伺います。で交流をしています。頑張ってください。はい、ありがとうございます。で浦さん、松代の方なんだけども、だいぶこの祭りも興味あるみたいで。はい、そうですね、うん、いろんな興味があるんですが、うん、まだまだ行き足りないところがたくさんあって、うん、昨年友人が長野に遊びに来た時に、うん、去年真田祭り、うん、真田でね、うん、とても有名だったので、ぜひ行きたいって言って、うん、真田町を見たんですけれど、うん、その時に閉館間際だったんですけど見せていただいて、警備員さんが、うん、もう本当によくいろんなことを話してくださって、まあ、松代の方は本当に、うん、歴史についてもよく知ってるなっていうふうに感じてます。松代じゃあ文化財みんな見ちゃった。全然もう回りきれない。回りきれない。回りきれないです。これからまた回らせていただきます。あ、そうですか。はい、たくさんありますからね。はい、ぜひ松代もね、見学してください。はい、もう時間になってしまったんですけども、今日お忙しいところ本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございます。皆さん素晴らしいでしょ。いいね、大自然の中だからね、うん、昔の私らと同じじゃない。あ、そうか、いやあんまり言っちゃいない。俺もそうだよ。そうでしょ、うん、もう買わなくなっちゃったもんね、宮坂さんとかね。あ、買わなくなっちゃったら、ね、うん、ダメだね。はい、はい、ですね、はい、お知らせも、お知らせはね、オンダモク為親さん300年という形でね、うん、7月のね、マスロ学講座やりますけれども、第3回目ですね、7月22日土曜日ね、うん、まあ、これはマスロ公民館でやりますんでね、うん、堀井雅子さんをお呼びして、やりますので、ぜひ参加してください。堀井雅子さん有名な方だね。でもう一つは ね、自治教さんがやるんですけども、うん、史跡 の、 真っ白城あるじゃないですか、うん、あれね、整備計画に伴う、ね、講演会っていうのをちょっとやるですね、うん、これがね、7月の20日、木曜日、うんうん、6時30分から真っ白公民館体育館でやるということで、ね、これもね、ぜひね、見ていただければいいかなっていう。うん、すごいですね。こういう権威のある人を来ていただいて、そうね、講演をしていただいて、いいね、いいですよ。うん、ね、有名な方来てくれるならいいの、はいはい、そういうことです。ね、はい、ぜひご参加お願いします。はい、さて、じゃあ来週ですね。はい、また宮坂さんでございます、ね、あ、私ですか、また、はい、あ、そうか、はい、しゃべくり祭りをやりますよ、はい、それで内容ね、うん、はい、内容はね、うん、豊坂のね、JA グリーン長野のね、うん、女性部の方がパンを作ってなって、パンを、うん、豊坂で、そう、うん、豊坂のどこで、豊坂の古民館じゃねえ、多分、うん、多分いや、皆さん突っ込み入れないで知らねえんだから、うん、いやー、突っ込まれちゃったな、うん、そうだね、はい、それで、うん、結構ね、皆さん楽しくやってるみたいなんですよ。うん、で、そんなようなお話をね、十何人いらっしゃるみたいなんで、その方でこう作ってましてね、本当に楽しく作ってるというようなことで、そういうお話をお伺いしたいということなんですよ。うん、そう、3人来てくださるそうなんでね、はい、面白いお話を伺えると思います。あ、そうです、はい、その時パン持ってくるようにちょっと言ってくれると言ってきますね、はい、うん、じゃあ作って持ってくるように言ってきますんでね、はい、じゃあ皆さん夕食いらない、あ、そういうはいかねえな、うん、まあまあまあね、うん、はい、はい、はい、ということでね、はい、それでは来週のしゃべくり祭りをどうぞお楽しみに、はい。